マーレン・フロムはビル・ヘルムス・ハーフェン出身のドイツのバレーボール選手。ポジションはビング・スパイカー。ドイツ代表。2007年にドイツ女子代表に初選出される。同年のモントル・バレー・マスターズ・レイナナで代表デビューを果たし、9月の欧州選手権に出場した。2009年から本格的に国際大会で活躍し、同年8月のワールドグランプリでは、 同国7年ぶりの表彰台となる銅メダルを獲得した。2010年の世界選手権に出場し7位入賞した。2011年9月にセルビアで開催された欧州選手権では銀メダルを獲得した。同年11月に日本で行われたワールドカップではレギュラーとして活躍し6位となった。 2011から12シーズンにより、イタリアセリエへの強豪スカボリー・ペーザロへ移籍した。2012から13シーズンは、FV ブスとアルシー・イツヨへ移籍した。同シーズンの欧州チャンピオンズリーグでは3位に入り、自身もベストサーバー賞を受賞した。2013年9月に、自国で開催された欧州選手権では、銀メダルを獲得した。2014年、 モントルーバレーマスターズ14で初優勝に貢献し、自身もベストスパイカー賞を受賞した。同年9月の世界選手権に2大会連続出場した。私生活では2017年6月24日に同じバレーボール選手のクリスティアン・フロムと結婚した。ありがとうございます。